自民党派閥の政治資金事件を受け衆議院の政治倫理審査会は政治資金収支報告書に不記載のあった自民党議員44人を審査の対象とすることを決めました進んで政治倫理審査会に出席し立法に携わる一員として政治的・道義的責任を明らかにすることを要求する今日の政倫審では 野党が申し立てを行った二階元幹事長や萩生田前政調会長を含む安倍派と二階派の議員44人を審査対象とすることを全会一致で議決しましたこれを受け20日正午までに対象となった議員の意向確認を書面で行いますただ議決に強制力はなく対象議員による出席の意向が前提となるため実際に開催されるかは不透明です